どうも皆さんこんばんは、上ちゃんです。今日は血ぬつり失敗しない道具選びっていうテーマで話をしていこうと思います。今日は竿、リール、クーラー、バッカン、巻き絵尺で田物絵に関しての失敗しない道具選びっていうのを話していこうと思います。他にもね、深瀬血ぬつりやっていく上で必要な餌箱、ひしゃく立て、水汲みバケツとか、まあ他にもあるんですけど、そういうのは、まあ、僕が血ぬつり5、6年やってきた中で、まあそんな大差ないなって思ってるんで話はしないでおこうと思います。まあしかもそんな値段もそれらは高くないんで、まああんま大差ないですね。今日はまあまあ値段が張って血ぬつりする上で重要なものたちについて失敗しない道具選びの参考になればいいなと思って話していこうと思います。まずじゃあ僕が一番大事だと思っている竿の選び方、まあ、基本的には号数と長さですね。チヌ竿で号数は0から1号の間、好みですね。もう何番でも正直僕はいいと思います。0、5だったら柔らかいし、1号だったら硬いし、まあ簡単に言えば0、6号がいいかなと僕は思います。0、6号のチヌ竿、長さは5メートルから5メーター30、5メートルが扱いやすいと思いますが、まああんまりないと思うんで、もう5メーター30で慣れていくのがいいかなと思います。まあ簡単に言えばですね、台輪の銀楼さえこの竿が一番いいんじゃないかなと僕は思います。今現在僕が現役で使ってる竿は銀楼さえ0553、全く問題ないんで、これでね、鈴木も全然釣り上げられるんで、もう正直05でも全然いいとは思いますが、まあ065ぐらいが無難かなと思います。竿はそんな感じで、次にリールですね。リール一応ね、まあそうですね、2500番から3000番ぐらいがいいと思います。番手で、まあ僕はレバーブレーキ使ってますけど、レバーなくていいと思います。まあもう正直レバーはなくても全然いいんで、番手ですね、2500から3000番がいいと思います。あんまり小さい、これはちなみに1700番っていう番手なんですけど、すごく小さくて軽いんですけど、どうしても番手が小さくなると道糸に巻き癖がつきやすいんで、まあちょっと使いづらいかなとは思います。なので2500番から3000番の、リール、これがいいと思います。ちなみに僕はシマノのデスピナっていうリールを使ってます。もうこれはコスパ一番いいかなと僕は思いますね。じゃあ次に巻き絵尺、まあ、これを選ぶ基準はですね、まあ長さと、この長さですね、カップの大きさと、このカップの材質、そしてシャフトの硬さ、これが選ぶ基準ですね。自分が座って釣りするか立ってするかで長さは変わってくるし、自分の身長によっても長さは変わってくるし、僕はちなみにこれ75センチ、身長が高いんで75センチを普段使ってますが、身長がそんなに高くない方だったら70センチぐらい、700mm、70センチぐらいのがちょうど使いやすいのかなと思います。もうシャフトの硬さとかはもう好みなんでね、何とも言えないですけど、僕は硬いのが好みです。硬い方が僕は好きです。で、まあ一番大事なのがこのカップの材質ですね。こちらプラスチック、こちらチタンカップになってるんですけど、もうそのチタンカップがいいと思います。このプラスチックのカップよりも
チタンカップを、チタンカップ、金属のカップ、そして穴が開いてるタイプを買うのがいいと思います。マッケージャクはですね、安物買わない方が絶対いいですね。まあ値段的に言えば5000円以上のものを買った方が絶対いいと思います。はい、もうマッケージャクはいいの買ってください。これが僕からのアドバイスです。次にバッカンですね。バッカンね、これこういう餌混ぜるやつですね。この中に餌入れて、これはですね、大きさがね、36センチと40センチタイプのものがあります。もう圧倒的に40センチタイプが絶対いいです。混ぜやすいし、量入るし、もう、まあ、絶対必ずと言っていいほど40センチを買った方がいいと思います。でもう一つ大事なのがこの硬さですね。箱のこれセミハード、ハードでソフトっていうタイプがあるんですけど、ソフトは絶対やめた方がいいです。っていうのは、巻き絵を巻くときにこうやって壁に押し付けて固めて巻くんですよ。ソフトの場合やともうふにゃふにゃなんで、これ押し付けても固まらないんですよね、巻き絵が。なのでね、絶対バッカン買うときは、ソフトじゃないやつ、セミハードかハードタイプのバッカン買うのをおすすめしておきます。はい、と40センチね、この2つは必ず押さえておいた方がいいと思います。はい、次タモの絵。はい、タモの絵です。この先にね、網を、タモの絵の、まあこれ絵だけなんですけど、これはね、長さですかね、長さが大事、6メートルあってほしいです。もう6メートルのタモの絵やったらどこの堤防行ってももうほぼほぼ大丈夫なんで、6メートルのタモの絵買うことを強くお勧めします。僕は普段6メートルを1本持ってます。もうそれでほとんどの堤防大丈夫です。はい、あとこれ大事なのがカーボンの含有率ですね。カーボン含有率が高くなればなるほど値段も高くなっていくんで、ここを値段抑えたいなっていう人は、まあそのカーボン含有率の低いやつ買われるのもいいですけど、こうパーって含有率、カーボンの含有率低いやつの欠点って、こう伸ばしていった時にビヨンビヨンになるんですよ。ビヨンビヨン先が、でも魚入れる時的を絞れない。でもね、カーボン含有率が90何パーセントとかいうのはね、シャキーンとしてるんでね、さっとタモで魚すくえるっていう。だからもう、まあ、僕が使ってるのはカーボン含有率90何パーセントのタモの絵で、まあ、すごいシャキッとしてて、すくう時もスッと入るんで全然苦労しないです。まあでも、まあ、別にこのタモの絵に関しては、まあ別に長ささえ押さえておけば、もうそのまあなんとかなるんで、安物でもいいんじゃないかなって僕思います。これは長さ6メートル欲しい、タモの絵は6メートル、これを押さえとけばいいのかなと思います。次にクーラーですね。クーラーすごい大事なんですよ。クーラーはね、釣りするときここに座って釣りするわけですよ。こうやってね、でやっぱクーラーは大事なのは大きさと保冷能力かなと。やっぱ夏とかね、こん中餌入れたり飲み物入れたり食べ物入れたりするんで、収納っていうか入れられる量大きい方がいいと思います。で僕は25リットル、もうこれ最高に、大きすぎず小さすぎず、ダイワのね25リットルのこれなんだろうね、クールラインアルファ2、これめっちゃ僕気に入ってます。クーラーはダイワかなと思います。これ開けてね、こうトレーがつけられるって、こんな感じ、
これがまた便利なんですよ。これがここにおにぎり入れたりね、挿絵置いたり、すごいこれ便利です。これ、まあクーラーは25リットルぐらいの容量のやつがいいかなと。あと保冷能力ね、あの真空素材で全面貼ってあるやつとかめっちゃ高いんですけど、保冷能力めちゃくちゃ高いんですけど、まあそれと同時にお値段もめちゃくちゃ高くなるんですよ。これはですね、確かですけど底面だけ真空が入ってます。でその全面に真空のやつ入ってたらめちゃくちゃもうクーラーだけでめちゃくちゃ重くなるんですけど、うん、まあそうですね、底面だけ真空のあれが入ってれば僕はいいかなと。保冷能力夏も使いましたけど、まあそんなうわ保冷力低いなとは思わなかったです。ダイワのクーラー、この大きさめちゃくちゃ気に入ってますね。クーラーは本当大事です。ずっと座るんで、座ったりもするんで、はい、まあそういうところに気をつけながら道具を揃えていってもらえたらいいかなと思います。で今日の紹介はこんな感じでこれぐらいで終わろうと思います。それでは皆さん参考にしてください。それでは皆さんさようなら。